回の動画はですね、鉄道コレクション越前鉄道 L 型キーボを開封したいと思います。ちなみに勝山駅の売店で購入しました。値段は2200円です。はい、まあね、これ鉄道コレクションっていう名前なんですけどもね、なんか店にはね N ゲージキーボみたいな感じで売られてたんですけどね、あの鉄コレくださいって言ったらなんかはーって顔されたんだよね、店員に。なんでさ、鉄コレを N ゲージと偽って売るのかなと思うんですよ。これちなみにあの動力化ユニットとかないとね自走できないんで、あの N ゲージではないと思いますって感じです。はい、はい、もうなんかエチ鉄がちょっと詐欺っぽいことしてるって思うんですけどね、まあエチ鉄のことこれ以上悪く言うとあれなんでね、まあ、とっとと開けていきたいと思います。はい、でね、ここにね、英語でね、I am Kibo と書かれています。はい。もうね、全く英語読めないね、俺でもね、読めるようなね、すごい単純な英語で書いてあります。はい。ね、本当にね、自分英語全くできないんでね、はい。まあ、それでも読めたんでね、あの、本当に簡単な英語なんだと思います。はい。で、ここにね、あの、Kibo のライトをイメージしたなんか顔みたいな絵がね、印刷されております。はい。150分の1スケールだそうです。まあ、150分の1、スケールイコール、まあ、N ゲージっていう意味では合ってんのかもしれないけどな。でも、鉄コレって表記してほしかったな。うん、ちょっと自走できないから N ゲージじゃないような気もするんだけども。150分の1の模型イコール N ゲージなら、まあ、合ってんのか。まあ、よくわかんないけど、まあ、いや、そんな感じです。はい。で、側面も見ていこうかな。はい。越前鉄道 L 型キーボって書いてあります。はい。はい。こんな感じですね。はい。タカラトミーの子会社ね。トミーテック製でございます。はい。なかなかね、この鉄道コレクションってね、結構クオリティ高いんでね、個人的にまあまあ最近ハマりつつあります。はい。それではね、開けていきたいと思います。とりあえずね、レールからね、開けていきたいと思います。はい。まあ、このレールあんま意味ないんですけどね。まあ一応お飾り用のレールってことでしょうかね。はい。一応多分ね、トミックスの普通の N ゲージの線路と多分ね、くっつけることできるんだと思うんですけどね。はい。まあこれはね、車止めですね。で、本体です。はい。よいしょっと。あれ、これなんだ、よいしょ。なんかこんなパーツも入ってます。これはどこにつけるのかな、どこかにつけるパーツです。はい。どこにはめるんだ、別に特にはめるようなところって見当たんないけどね。なんかのパーツですね、これ。なんだ、ちょっと説明見てみようかな。なんか特に書いてないな。何のパーツかわかんないパーツですね。それでは、前面から見ていきたいと思います。前面の方向幕の行き先は、この列車は越前鉄道線直通急行鷲塚播磨行きですとなっております。はい、こんな感じですね。続いて側面を見ていきたいと思います。はい、側面もね、前面同様ね、急行鷲塚播磨行きと書いてあります。はい、パンタグラフはですね、ドラえもんトラムとは違ってね、上げ下げできない状態となってます。常にね、パンタグラフが上がってる状態って感じですね。常にね、パンタグラフが上がってる状態なんで、ね、パンタグラフが折れる、可能性もあるんで、取り扱いはね、十分注意した方がいいと思います。って感じですね。はい、一応屋根も見ておこうかな。はい、こんな感じでね、機器がびっしりね、詰まってるって感じですね。まあ、基本的にドラえもんトラムと構造は一緒なのかなって感じですね。はい。続いてね、反対側面見ていきましょうかね。はい。反対側面はですね、2つドアがあります。はい。まあ、ドラえもんトラムとかですとね、まあ、こっちしかドアがないんですけどね、まあ、越前鉄道っていうのはね、まあ、福井鉄道線に直通してるわけでして、必ずしもね、出口が左側とは限らないわけでしてね、両側にね、運転席の後ろのドアがね、まあ、ついてるって状態なんでね、まあ、ここにね、2つドアがあるって感じですね。はい。必ずしもね、左出口ではないっていうことですね。続いて、パンタグラフなしの先頭車です。パンタグラフなしの先頭車の前面の方向幕の行き先は、この列車は、急行、鷲塚播磨行きです。となっております。パンタ付きの方と同じ行き先です。まあ、違ったらそれはそれで問題か。はい、まあ、なんかドラえもんトラムの高岡駅行きと、腰の型行きみたいな感じで、なんか、前と後ろで違ったんで、なんかそうなってんのかなとちょっと思っちゃって、なんか、そういうこと言っちゃったけども。違ったらそれはそれで問題だな、って感じです。さっきからドラえもんトラムの話しかしてないような気がしてきちゃったな。はい。でね、パンタなしのね、先頭車とか、パンタなしの車両の方はね、まあ、こんな感じになっております。はい。ここにね、ちゃんと急行鷲塚播磨行きと書いてあります。はい。ね、左側のドアのね、上にね、キーボとね、書いてあります。ちょっと見えづらいかな。はい。キーボってね、書いてあります。って感じですね。はい。反対側のドアの上にはね、キーボとかね、書かれてないみたいですね。っていう感じです。はい。
まあ、中もね結構リアルに再現されてんのかなって感じですね。パンタなしの方のね屋根も見ていきたいと思います。はい、結構ね機器がぎっしり、ね、詰まってるって感じですね。はい、まあ、提唱者ってね、あの床下に機器が詰めないんでね、まあ、屋根に床下機器を積んでる状態みたいなんですねっていう感じです。はい、まあ、連接台車みたいな感じのね、まあ、台車になってます。はい、まあ、裏側ねこんな感じです。まあ、連接台車でもないのか、なんか連接構造もどきですね。はい、そんな感じです。はい、でもね1両にはね台車は1つしかついてないって感じですね。はい、まあね、これあのレールからねあのこのドアまでの高さがね30センチしかないんでね、結構あれなん30センチは40センチだったかな、まあ、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、30センチか40センチしかないんでね、あの結構床下を下げる必要があるんでね、あの機器を上に積むしかないって感じなんですね。続いてレールの上に置いてみたいと思います。あの床が低いからちゃんと車輪が乗ってんだか乗ってないんだかね見えないですね。これで乗ったのかな、ちょっとなんかね脱線してんだかしてないんだかもちょっと確認しづらいんで、まあ、こんな感じです。はい、ね、レールからね本当にね床までの高さがめちゃくちゃ低いって感じですね。はい、もうなんかもう本当にね宙に浮いて走ってるみたいな感じですね。はい、まあ、次にね車止めでも設置しておこうと思います。はい、というわけでね車止めを設置しました。車止め設置したの全然わかんないんですね。はい、もう床が低すぎてね、あのレールの状態が全く見えないんですねって感じです。次は鉄道コレクションの他に買ったグッズを紹介したいと思います。はい、越前鉄道キーボのね自由帳でございます。はい、中身はね真っ白ですね。はい、ここにね地鉄線のね路線図が書かれております。はい、地鉄線はですねちょっと見づらいかな、今三脚ないんでねちょっと申し訳ないんですけどね。はい、こんな感じでございます。はい、福井駅がね起点でしてね、終点がね三国港って感じで、まあ、こっち側はね、まあ、勝山って感じですね。はい、まあ、勝山永平寺線はね、まあ、終点が勝山で、三国あわら線がね、終点三国港って感じです。はい、まあ、勝山永平寺線はね、まあ、旧ね、京福福井本線っていう名前でしたけどね、まあね、あの京福電車がねいろいろやらかしてね、まあ、越前鉄道になってからね勝山永平寺線にね名前が変わりましたって感じです。こっち側のね、中身はですねこんな感じになってます。地鉄の車両がね書いてありますね。はい、5000系6000系7000系地鉄キーボって感じで、あとねなんかラッセル車とかロータリーとか検査車両とかねそういう感じのやつがね書いてあります。はい、まあ一番ね7000系が多いんじゃないでしょうかね。はい、あでも6000系も結構いいか、わかんねえな、多分6000系と6100系が多いんじゃないでしょうかねっていう感じです。はい、まあ5000系はちょっと珍しいんじゃないかな、あんま見ないですね。はい、まあ、キーボはですね、あの、ほとんど越鉄線内、走んない電車ですね。はい。もうこれは福鉄のためにね、ほぼほぼ作られたような車両なんでね。っていう感じです。次はですね、あわら湯の町駅の看板を持ったね、キューピーちゃんのね、駅員ですね。はい。まあ、これなんでこんなもん買ったかっていうとね、まあ、労働日記でね、まあ、奴隷として雇うためにね、購入しました。っていう感じです。はい。まあ、ね、このキューピーはね、あの、労働日記の奴隷として、今後頑張っていくでしょうね。はい、結構ね、このキューピーのちっちゃい人形ね、労働日記に使えるんですよね。プラキッズとサイズが大体近いんでね。なんかいいや、もうこれ破っちゃうしかないな。よしと。はい、こんな感じで出てきましたね。はい。ね、あわら湯の町のね、看板を持ってます。はい。隣の駅がね、水井でね、隣の駅が板電となっております。はい。こんな感じです。はい、ちゃんとね、体もね、服は着てますね。っていう感じです。なんかね、この看板ある時点でなんか裸かなと思ったんですけど、ちゃんとね、制服着てますね。っていう感じです。まあこれ多分一応 H 鉄の帽子なんでしょうね。っていう感じでございます。まあね、大体ね、他のグッズも紹介したんでね、まあ10分くらいね、時間稼ぐのにはね、もってこいだったんじゃないでしょうかね。はい。ちなみにね、今ここ撮影してる場所はですね、まああわら温泉にあるね、ホテルで撮影しております。はい。まあどう見てもね、ここ自宅には見えないですよね。まあこんなね、自宅の部屋が広いわけないんですよね。はい。まあ部屋紹介も一応しとこうかな。はい。まあこんな感じのね、部屋に泊まっております。はい、こんな感じの、ね、部屋に泊まってます。はい、まあ、そこそこ広いんじゃないでしょうかね。まあ、ちなみにね値段は4700円でしたね。まあ、この広さにしてね4700円っていうのはね結構安いんじゃないでしょうかね。まあ、ただね朝食とかのサービスはないんでね、まああれなんですけどね。まあ、でも一応温泉付きのね旅館なんで、ね、結構いいんじゃないでしょうかねって感じです。はい、というわけで以上鉄道コレクション越前鉄道 L 型キーボと越前鉄道のグッズね、その他ね、まあ、もろもろね、まあ、紹介したっていう感じの動画でした。はい、今ね、こんな感じでね、今後ね、ホテルとかでね、まあ、こういう感じで撮っていく動画もちょっとずつね、増やしていきたいかなと思います。まあ、でも基本自宅で撮影になると思うんですけどね。まあ、ご視聴ありがとうございました。
Thank you.